きだと伝える勢いと勇気が欲しいあなたに、ギャングパレード。個性派でおなじみ、ワック所属のアイドルグループギャングパレード。クオリティの高いパフォーマンスと個性を武器に人気を博した彼女たちだったが、2020年、突如2つの新グループに分裂、前代未聞の形で活動休止状態となったギャングパレード。そして2年が経った今年1月1日、ギャングパレードとして再始動が決定。今夜2年ぶりのスタジオ登場です。はじめまして、私たちエンジョイプレイ、みんなの遊び場ギャングパレードです。ギャングパレードとしては、2年ぶり13人になってパワーアップして戻ってきたという感じでございます。そう、再始動にあたり休業中だったナルハワールドさんが復帰。そこにアイナスター、可能性、2人の新メンバーを迎え、10人から13人体制に。仲間が増えたなぁと感じる瞬間ありますか？いや、今まさに思ってます。めっちゃ遠いなと思って。あっち、端っこ遠いなみたいな。端っこ遠い、多いですね。そうですね、なんかでもこの感じ久しぶりだなっていうのと、すごい大人数のグループになって毎日ワクワクしてます。ずっと憧れだった先輩とこうやって一緒に活動できてることはすごい嬉しいし、楽しみでしかないみたいな。可能性という独創的な名前のわけを伺うと、結構自分で何個かアイデアを出して20個ぐらい。本当にそうだったそう、なんか最初3つぐらい送ったら、なんかもうちょっとなんかインパクト欲しいなみたいな、でこうなりました。そんな個性豊かな13人で今夜披露していただくのは、新体制となり初の楽曲、パレードゴーズオン。ギャングパレードのファンの方のことを遊び人って呼んでるんですけど、サビの歌詞に好きだって直接伝えるのがたくさん入ってるので、これまで出会ってくれた遊び人やこれから出会う遊び人のみんなに受け取ってもらえたらなって思います。噛んじゃった噛んじゃった